を教えましょうか。話し上手になること、話し上手になることを教えましょうか。言えた段階でやめないと、もう一回おかわりすると言えないと。話し上手、話し上手になるコツ。え、知ってんの？知ってます。知っててんだ。知っててます。知ってますよ。知ってはいるの？はい。使えてないっていうだけ。いや、上手なんですよ。上手ではない。知らない人も多いと思う。でコツがある。話上手いタイプじゃないじゃん絶対。コツがあるの？うん、教えといてよ、じゃあそういうの、はいはいはい、俺だって俺の方がそういうの知っといた方がいいんだから。そう、そうよ、何、話し上手になるコツって。話し上手になるコツっていうのは、あの、すごいね、話をね、いっぱい聞いたりするんですよね。どういうこと？もう分かんない。話しない。話をいっぱい聞いたりする。話し上手になるコツは、聞き上手なんですよね。聞き上手。聞き上手が話し上手。逆に、うん、人の話をよく聞ける人が話し上手。うんうんうん、それどういうことよ、内訳は。だから、あの、相手の話が聞けるってことは、人の話も分かるから、その相手の話を聞けるってことは人の話も分かる。相手の話が分かるっていうのは何人で喋ってるの？相手の話が分かるっていうことは2人、うん、相手の話が分かるってことは自分の話したいことも言えるようになってくるんですよ、この分かりますか？自然とそうなってくる。そう、聞き上手の方がいいんですね。相手が何か言ってることをちゃんと聞ける人は、はい、はいはいはい、相手の何かツボも押さえれるみたいな。そう、そういうことで、それで合ってる。そうです、それで合ってる。はい、あ、まあまあ、なんとなく分からない、うん、他にもあるんですけどもね。他にも、うん、分からない。単純に言葉いっぱい知ってるとか、そういうの。単純に言葉たくさん知ってるんですね。当たった。簡単に言葉は知ってるんですよ。だいたい外れるもんです。あ、そうですか。情報がいっぱいあるとやっぱり喋ってても楽しいですし、情報がいっぱいある、そういろんな情報がある人の方がやっぱり話してると上手ですから。あ、まあそれはそうでしょう。例えばですよ、一つのものでも何パターンあるかの言い方ができる人もすごいじゃないですか。あ、なんかちょっと面白そう、うん、ない例えば手、うん、手ですけども、うん、これを何パターンか言えるかどうか大事なの。手以外でこれを言うってこと、うん、手以外で何か何の手、拳とかね。ずるくない？お前が拳にしたから変えないよ形は。パンチ、パンチもなんかないよ。これでやってよ、やりくりしてよ、一個で手よ。ハンドとも言えるじゃん、だって。お手手。お手手は出ない。例題が悪いじゃん。手でやんない方が良かったじゃない、このゲーム。せっかく楽しそうだったのに。なんかあるじゃん。新宿を他の言い方にしてて、新宿。新宿、うん、新宿を他の言い方にすると、うん、都市だったりとか。都市じゃ分かんない。新宿って分かるように言うんですよ、だから。都庁があるところとか。あ、なるほどね、都庁があるところとか。うん、そういうのが何個も言える。あ、なるほど、そういうのパッパッパッと3つぐらいね。言える方がいい。まあ3つでも4つでも多い方がいいけどでしょ、うん、要は違う言い方で。新宿のやつやってみますか。新宿を何か違う言い方してみて。じゃあ都庁とか繁華街とか、駅がいっぱいあるとか。いや、新宿って分かんなくて。ああ、駅というか、線がいっぱい通ってるってことか。線がいっぱい通ってるわけ分かんない。路線図のね、線が通ってる。路線図の線がいっぱい通ってる。乗り換えが難しいとかね。歌舞伎町とかって言えば新宿かって分かるんですよ。なるほどね。そういうことじゃないの。そういうことをやってみましょうか。いや、俺がやったからいいんだよ。パッて言ってくれれば、その俺が早押しで言うから。何のゲームをやってるの？早押し言ってくれれば、なんかパッパッパッって言える。早押しに言うから。その単語をくれれば3つぐらい、じゃあ僕がその要素っぽいこと言うから。もう違うゲームだよ。歌舞伎町とかそういうことを言うようなゲームみたいなことでしょ。なんか単語言えば、うん、違う言い方する。言い方というか、その、付随することを言うわけだね。付随すること？連想ゲームみたいな。まあまあそうだね。何でもいい。何でもいい。早押しなの？早押し。これ一人でやるんだよ。相手がいて、まあいいよ、早押し。OK、OK。すぐ言ってくれる。すぐ言う。なんかの、付随することを言う。そうね、言う。OK、OK。マイク。マイク。
マセキ芸能者。ちゃんなんちゃん、出川哲朗、カノエコ。オーケー。いや、オーケー。カノエコに言ったら。オーケーに言われる。情報って、情報。そんなんずるいけどね、人の名前についてるだけっていうのは。スマップ。スマップ解散。中居君、木村君。いや、人の名前ずるい。あと3回いけるじゃん。だまあ、なんとなく言いたいことはわかるよ。情報が知ってるとか、違う言い方できるとか、できる人は話うまいでしょ。わかるけど、うん、もう単純に俺知ってるけど、話うまいか下手かの区別って、もう電話で道案内したら一発わかる。電話で道案内。もう話うまい人は電話で道案内したときに、うん、電話の向こう側の相手がすぐわかるんだって、その、わかりやすいから、無駄なこと言わないから。同じ景色その場になくても見えてるから、うん、あの角を曲がったら、うんうん、あ何メーター進んだら着くよとか言えるの。下手な人はもう余計なことばっかり言うから、うん、どこそこのあっこから何個曲がってで何とか屋があそこにあるんだけどとかそんなんいらないのにそれの言うから下手なの。なるほどね。それが一発だから、それを相互実況やったほうが早い。それはやってみようか。じゃあだここで俺が例えば適当なところいるとするじゃん、うん、お前見ないで、うん、なんか 2個ぐらいの指示だけで俺をここまで戻してる。なるほど。姿見ないで。あ、できそうだね、うん、質問は受け付けるから。何見えてるとか。オッケーオッケー、うん、それで動かないで、お前は。そう違う、待ち合わせで動かれるのが一番困るんだから。それは嫌だっつって。俺は動かないからね。どっか行っちゃってこんなことになるの。一生出会えない。なるほど。俺がどっかに行くから、俺がどこにいるかは見ないで質問して、そしたら何か情報は教えるから。それでまあ、近いからね。2、3個だけの指示で俺がここまで戻ってこれたら話し上手ってことするから。はい。いいよ。何が見えますか？ちょっと、声だけ戻って。何が見えますか？今、壁。じゃあ、45度曲がってください。お手手、お箸を持つ右手ですね。奇跡的に俺が右利きだったから。右手です。お願いします。右に90度回ってください。90度。あ、45度。どっち？70度。わかりづらい。70度。はい、お願いします。右に70度。右に70度ですね。はい。で、何が見えますか？黒い布。後ろ歩きで3歩歩いてください。3歩。はい、後ろ歩きで3歩ですよ。はい。何が見えますか？黒い布。何が後ろにあるの？じゃあもうあと2回にしてよ。後ろ歩きで回って90度回ってください。こっちに。右に90度回ってください。右に90度。はい。で、2歩前へ来てください。